ホテルの近くに広場があるということで来てみましたけども、何にもないですね。ヨーロッパの印象とは全然違います。交差点。今日は32度カラッとしてます。砂ぼこりがすごい。ゲート入ってピラミッドが近づいてきました。入りました。エジプトの市街とそしてピラミッドです。もう一つ。ピラミッドの近くまで来ました。ここから見るとかっこいいですね。しかし大きい石がいっぱいあるな。そうだね。素晴らしい眺めだ。ピラミッドが3つ。中のレストランでコーラを頼んでみました。いくらでしょうか。神殿のようなところですかね。ここ入れるようです。めちゃくちゃ狭い。下には石室のようなところがありました、小さな神殿のようなところでした。中は暑かった。蒸し暑い。さあスフィンクスが見えてきました。スフィンクスの正面にやってきました。ここが最高ですね。ここも神殿みたいなところです。スフィンクスの間近に来ました。いやすごい。これがスフィンクスの手の部分ですね。でずっと行って後ろ足の。これが噂のピラミッド前のケンタッキーチキンですね。ピラミッドから出てきました。これからウーバーでホテルに戻ります。カイロでの移動、初ウーバーです。本日の夕食です。はい、またウーバーでホテルの方に戻っていきます。ここのエレベーター結構怖いです。ドアがない。昨日から泊まっているこのホテル、実は部屋にジャグジーがついています。